2018FIFA ワールドカップ南米予選には南米サッカー連盟に加盟する10チームで争われた。前回大会同様、ホームアウェイでの2回層当たり戦で実施される。上位4チームは直接本大会出場権を得る。5位のチームは大陸間プレーオフに進出。組み合わせ抽選会は2015年7月25日にロシアサンクトペテルブルクストレルナにある。 コンスタンチン宮殿で実施した。コンメボルに加盟する全10カ国が参加。2015年に1節から4節、2016年に5節から11節、2017年に13節から18節が行われた。大陸間プレイオフは2017年11月6日から14日の間に実施された。ボリビア V ウルグアイコロンビア V ペルーベネズエラ V。 パラグアイチリブイブラジルアルゼンチンヴエ,エクアドルエクアドル v ボリビアウルグアイ v コロンビアパラグアイヴィアアルゼンチンブラジル v ベネズエラペルー v チリボリビア v ベネズエラエクアドル v ウルグアイチリブコロンビアアルゼンチンヴブラジルペルー v パラグアイコロンビア v アルゼンチンベネズエラ v エクアドルパラグアイ v ボリビアウルグアイ v チリブラジル v ペルーボリビア v コロンビアエクアドルパラ ベネズエラブラジル V ウ,ウルグアイコロンビア V エクアドルウルグアイ V ペルーベネズエラ V チリアルゼンチン V ボリビアパラグアイ V ブラジルボリビア V ペルーコロンビア V ベネズエラエクアドル V ブラジルアルゼンチン V ウルグアイパラグアイ V チリウルグアイ V パラグアイチリ V ボリビアベネズエラ V アルゼンチンブラジル V コロンビアペルー V エクアドルエクアドル V チリウルグアイ V ベネズエラパラグアイ V コロンビアブラジル V ボリビアペルー V アルゼンチンボリビア V エクアドルコロンビア V ウルグアイアルゼンチン V パラグアイチリ、V ペルーベネズエラ V ブラジルコロンビア V チリウルグアイ V エクアドルパラグアイ V ペルーブラジル V アルゼンチンベネズエラ V ボリビアボリビア V パラグアイエクアドル V ベネズエラアルゼンチン V コロンビアチリ、V ウルグアイペルー V ブラジルコロンビア V ボリビアパラグアイ V エクアドルウルグアイ V ブラジルベネズエラ V ペルーアルゼンチン V チリボリビア V アルゼンチンエクアドル V コロンビアチリ V ベネズエラブラジル V パラグアイペルー V ウルグアイベネズエラ V コロンビアチリ V パラグアイウルグアイ V アルゼンチンブラジル V エクアドルペルー V ボリビアボリビア V チリコロンビア V ブラジルエクアドル V ペルーアルゼンチン V ベネズエラパラグアイ V ウルグアイボリビア V ブラジルベネズエラ V ウルグアイコロンビア V パラグアイチリ V エクアドルアルゼンチン V ペルーブラジル V チリエクアドル V アルゼンチンペルー V コロンビアウルグアイ v ボリビアパラグアイ v ベネズエラ大陸間プレイオフの組み合わせは2015年7月25日にロシアサンクトペテルブルクストレルナにあるコンスタンチン宮殿で行われた組み合わせ抽選会で決定したアルゼンチン対ブラジルは当初2015年11月12日に予定されていたものの 悪天候により2015年11月13日に延期となった。エビー・ボリビアは第7節、第8節において代表選手として資格のない選手を起用していたことから、両試合は没収試合とされた。ABC ・チリ対ボリビア戦は差別的行為が行われたため、エスタディオ・ナシオナルではなく、サンティアゴに所在するエスタディオ・モノメンタル・ダビド・アレジャーノで開催された。 さらに、チリに関しては、今年5月に別の違反があり保護観察期間だったこともあり、2017年3月28日に行われる、チリ対ベネズエラ戦でのエスタデオナショナルでの試合開催が禁止された。ありがとうございます。